男子はドマに上がって、女子ドマの縁に来て、この匂いによってどんな匂いがするか。スッとするような匂い。この匂いを覚えとって。ちょっと匂いやったら土の匂いしかせんくなってくる。切り替えしよった時に比べたらまろやかな感じになっとる。城西高等学校で阿波藍を担当させていただいております川西和夫と申します。今日がすくもの切り返し最後、9回目がもう最後になります。乾燥場、藍の量がうちは非常に少ないので、発酵温度が高温で持続する期間も短くなります。中心になる生徒たちは植物活用科の阿波藍専攻班というコースの2年生3年生の約15名。10月上旬になりまして収穫できました乾燥場ハーイといいますが、これが染料すくもの原料となるわけなんですが、水をかけて発酵させていくという寝せ込みという染料すくもの製造に入ってきます。うちの前は特に範囲の量が極端に少ないので10回以上の大事なのがこれでどんどん寝ます。見てください、塩分を取っておく。本校の場合はそれほど多くない乾燥場ですので、2ヶ月少々ですくも完成ということになります。ここしか使わん。ここでいいか。こっちはグラデーション。これグラデーション。あ、難しい。両方グラデーション。あ、ほんまや。斜めに行くんか、まっすぐ行くんか。まっすぐ。これは去年、おととしの卒業生が作った染料、今の彼らが作ったすくもっていうのは来年以降、ひょっとしたら再来年使われることになるかも分かりません。はい、後輩たちが使うということです。やっぱり先輩から後輩に受け継ぐことによって後輩が感じることっていうのはやっぱり責任感であったりとか誇りであったりというのは年々色濃くなっていっているように私自身には見て取れています。変わったことはやっぱり愛に対する気持ちがちょっとずつ変わっていってます。赤ちゃんからもっとやつみたいな、もうなんかずっと身近にある感じですね。将来も自分で独立してすくもの作って染めて売るみたいなところまで自分でやりたいと思ってます。自分たちが生まれ育っている徳島でかつて藍に関する全国に誇る、あるいは世界に誇ることのできる伝統文化が現在も次の時代へつながれているっていうことを理解していってもらっているところです。